はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。はい、今回もですね、現在秋葉原で開催されていますワンホビ33、そちらで発表された新作フィギュアの内容をチェックしていきたいと思います。でまずは初音ミクレーシングミク2013ラウンド4スゴー応援バージョン A級。はい、こちらもですね A 級とついているので、おそらくアクアマリンからの引き継ぎフィギュアだと思います。で2013年のレーミクは僕も好きで、あのフィギュアもね持ってました。あのグスマさんの、僕2013とか2014あたりのあのレーミクさんが好きなんですよ。でこのミクタンがねまためっちゃ可愛いんですよね。あの以前に出ているやつが8分の1スケールでちょっとね小さかったので、ただ今回は7分の1スケールなのでボリュームもありそうです。なのでこれはね僕も欲しいですね。ちょっとね後ろからの画像がないんですけれども、きっとね可愛いお尻をしてますよ。うん。いやーこの勢いでねできたらあの2014とかもねまた出してほしいかな。あれもね8分の1スケールだったんで。でこちらがまだですね原型なのですが、初音ミクバーチャルポップスターバージョン。いやーまたねすごそうなのが出てきましたね。こちらは7分の1スケールなのでボリュームがね半端なさそう。このミクの周りに回っているのがクリアパーツなんですけど、どうもこれ鍵盤っぽくも見えるんだよな。あのピアノの鍵盤違うのかな。で音符の記号なんかがプカプカと浮いていて、でその中にミクタンがいると。でミクタンもねいつもとは違ったドレスのようなものを着ている感じなんですよね。あとこの左手には楽器のようなものを持ってますね。ギターっぽいような。うーん、いやーこれすごいですね。まあミクさんもね海外での人気もあるようなので、この外人がね好むような大型フィギュアが増えてくるんでしょうかね。うん、こちらも早くね色がついたものを見たいです。そしてこちらはフィグマです。レーシングミクの2021年バージョン。こちらは最新のレーミクさんですね。なんかあのレーミクさんはだんだんこう顔がね丸っこくなってきてるような感じもありますね。でさらにネンドロイドも出ます。初音ミクステージの世界バージョン。なんかこれは衣装がね白一色で、またね普段とはちょっと違った感じのミクさんですね。でこちらはまだ原型ですが、初音ミク NT。 なんでもこの NT というのはニュータイプという意味らしいのですが、ガンダムなんでしょうか。なんでしょう、あのミクさんの額にピカリーンとかね光るものが出るんでしょうかね。でこちらがですね原型なんですが、すごいのが出ます。7分の1スケールのブラックロックシューター本エディション。いやー最近ねあのグスマさんの方でのブラックロックシューター熱が再び盛り上がってるような感じなんですけれども、こちらはですねマックスファクトリーさんの制作だそうです。でブラックロックシューターと言いますとイラストレーターのフケさんをね思い出すのですが、今回は本さんのイラストを元に立体化しているようで、あのフケさんのイラストと比べるともう少しね体の線が太くなって、で出るところは出ているみたいな感じでしょうか。でこれね飛び上がってるような造形でめちゃくちゃかっこいいんですよ。しかも7分の1スケールだからかなりでかそうです。これすごいですね。まあその分ねやはりお値段もお高そうですが、いやーでもこれはちょっとねおじさん買う気満々ですよ。結構このエフェクトがすごいんですけど、ただねボディの造形もかなり凝っている感じなんですよ。うん、この原型の状態でももう見惚れちゃいますよね。いやーこれもね続報を待ちましょう。でそのブラックロックシューターはポップアップでも出ます。これいいですね。うん、あのポップアップはこういうのがいいかもね。あのブラックロックシューターはポップアップに合いそうです。でデッドマスターもポップアップで出ます。これはねちょっと両方買いたいですね。あのこれまでに出ているやつも結構小さいので、うん、スケールフィギュアでもね、であればこのポップアップでいいんじゃねって感じもしますので、うん、まあ、これはね今後もどしどし出してほしいですね。そしてこれもすごいっすよ。こちらはねグッズマさんから出るのですが、富士チョコ画集再現鏡から悲願の花嫁。これがね8分の1スケールなんですけど、いやすごいですよ。この悲願に囲まれている、うん、悲願って何って感じなんですけれども、まあなんだろう、あの幻想郷、うん、ちょっとまあ
違う世界なんでしょうかね。うん、でもなんかすごいですよね。なんかね、フジチョコさんのイラストってもっとこうロリロリしてるような可愛らしい感じのイメージがあったんだけど、なんかこれはね、大人っぽいというか、本当にこう幻想的なイメージですね。うん、いやでもこれもね、色がついたら大変なことになりそうです。いやもうこれはね、僕は色付きは見ない方がいいかな。もうね、お財布が持ちません。で、こちらもですね、原型の展示ですが、あの問題のアニメですね、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うから、荻原さゆ。僕ね、この作品アニメは見ていないんですけど、このフィギュアはちょっと欲しいですね。うん、このね、しゃがんでるポージングがいいですね。あの、誤解して欲しくはないんですけれども、決して前からスカートの中を覗きたいとかそういうわけではないですからね。もう単純にこのポージングが可愛いだけであって、決してスカートの中のパンツを見たいわけではないですから、誤解しないでください。ただね、僕この子のパンツが黒いのは知っています。そしてこちらもマックスさんなんですけれども、来ました、ライザのアトリエのライザちゃん。しかもなんとこちらは6分の1スケールです。いやー、これはね、もう今出ているライザちゃんの中でも一番楽しみかも。あのライザちゃんを座らせている、というで、その座らせることによってよりこの太ももが強調されるというか、なんというか本中華ですよ。本当にね、おっさんにしかわからないギャグでごめんなさい。いやーでもね、これはやばいっすよ。あのマックスさんは最近この手の座らせてのエロいフィギュアが多いですよね。でも決してアダルトではなくて健全であると。いやー素晴らしいです。でもこの太ももがやばいな。うん、かなりいい太さですよね。でもあれか、パンツではないのか、ホットパンツは履いてるんでしょうね、やっぱりね。うん、脱いでたらいいな。あれだよね、ライザちゃんのパンツはまだ見たことないですよね。いやーでもね、非常に楽しみです。僕はね、必ず買います。で、まだあります、ライザちゃん。こちらはグスマさんです。ライザちゃんの水着バージョン、こっちはちょっと年を取ったライザちゃんですね。まあ見た目は変わらないですけどね。で、ビキニと、やはりね、強調するは太ももなんですが、このお胸にね、ボールを押し付けて、おっぱいがこう、たわんじゃってる感じ。あざといですね。うん、ボールが3つありますよと。で、これね、後ろが見えないのが残念なのですが、やはり最大の見どころはお尻ではないでしょうか。あの、太ももからのお尻、ごちそうさまです。こちらもね、早く色付きが見たいです。で、これはフィグマ。もうグスマさんも全部出しそうですね。おそらくこの後ポップアップも出るんでしょうね。僕ね、フィグマは買わないんですけれども、これは買おうかなと思ってます。なんかね、楽しそう。某メーカーの某稼働フィギュアと絡めて遊んでみたいなと、ちょっとね、思ってます。なんかね、ライザちゃんが一人歩きしていきそうな感じですね。うん。そろそろコスプレも行きましょう。で、さらに強烈なものもあります。ライザのアトリエのリラ、水着バージョン。これもね、あざとい、あざとすぎる。これ、もろすぎるでしょう。あの、足を上げているというか、股間をもう見せちゃってる感じですよね。ちなみにこちらはね、ワンダフルワークさんです。あの、最初にライザちゃんのフィギュアを出したメーカーさんですね。もうこれは黙っていられないということですかね。うん。あの、アルターからもリラは出るんですけれども、全く違いますね。アルターのは正当なんですけれども、こっちはね、変態です。いやーでもなんかこれ、ストリートファイターとかに出てきそうな太さですよね、太ももが。あの、ストリートファイターに出ているキャラだと言っても、信じる人はいるでしょうね。いやーでもこれもね、買わないわけにはいかないのか。もう恐ろしいです、ライザの世界は。はい、すいません。ちょっとね、もう僕もね、笑い疲れてきたので、ここらで一旦終了とさせていただきます。いやーでもね、今回紹介したフィギュアは、すごいのが多かったですね。うん。やっぱりね、高そうなやつほど魅力的にも見えますよね。まあ、とりあえずね、ライザちゃんはみんな買うとして、他にもね、ブラックロックシューターとか、あとミクちゃんもね、欲しいですね。はい、ではね、まだまだありますので、あのワンホビ33、また次回もね、楽しみにしてください。ではでは、フィギュア大好きといかんでした。またねー。